こんにちは、漢方チャンネルの平地はるみです。今日はドクダミの根についてやっていきたいと思います。患者さんとお話ししてまして、家庭菜園をしている方がですね、この根について何とかならないかっていうことで、話題になったんですけども、そういう畑をやる方にとっては嫌われ者のドクダミの根なんですが、実は薬効がたくさんありまして、ドクダミの葉っぱについてはまた季節になって春になったらやろうかと思ってますが、今日はこの時期だからこその根についてをね、やっていきたいと思うんですね。ドクダミ前草には抗菌抗炎症作用とかですね、殺菌とかですね、抗菌作用があるんですけども、お茶とか乾燥してしまうとですね、ちょっと薬効がねなくなってしまう、匂いにそういう成分があるので、その作用を狙うんであれば、やはり生の葉を使うわけなんですけども、今日はですね、ドクダミの根っこですので、料理しても残るものについてですね、血管を丈夫にするような成分が あります。で、これは加熱したり熱を加えて料理をしてもなくなるものではないので、そのままですね、そのまま生きたものが体の中に入ってくるということになります。で、結果的に血圧が安定したりとかですね、コレステロール値が下がったとか、そういうこともあり得るわけですね。またいずれやりますけど、ドクダミは生薬名は重薬って言って、銃の効能を持つとかですね、いろんなものに効くって言われてますけども、この銃という数は、中国なんかでは銃前逮捕刀なんかにも使われているように、10個というよりかも全てとか、いろんなものを網羅するみたいな、そういう意味がありますので、毒ダミもそのように、もういろんなことに使われてきたということから、その銃薬っていう名前がついたというふうに言われてます。いろいろ名前についてはいろんな諸説がありますので、地方によっても呼ばれ方が違ってたりします。で、食材としてですね、この根っこを使うっていうのはこの時期が一番いいですね。やっぱり秋とか冬とかで葉っぱがもう落ちてしまって、どんどんこう地下茎である根がですね、太くなってきてる時期っていう方が、これから葉っぱが出てきてしまった時期よりかもいいと思いますし、その農園とかやってる方はやはりドクダミに悩まされている方っていうのは多いようですので、私なんかは葉っぱも使いますから、そんなに嫌ってない、むしろいっぱい生えてほしいんですけども、困るっていう方はこの時期にですね、もう根っこをそうやって食べてしまうというのも一つの方法なんじゃないかなと思います。で、あまりにも大量に食べたらそれは害があるかもしれないですけども、普通に食べる分には食べちゃいけない人っていうのは、そんなにいないんじゃないかと思いますね。ですので、茹でこぼして、後ほどやりますけど、きんぴらごぼうのようにして食べるのが一番食べやすいですし、今回ちょっとやってみたポタージュスープにするというのも、個人的にはなかなか気に入ってます。言わないと結構ドクダミ使ってるってバレなかったりして、夫にも何回か食べさせちゃいましたけど、バレない、言わなければ普通のポタージュスープみたいな感じで食べることもできます。油との相性も結構いいので、豚肉とかですね、ベーコンとかそういうものと一緒に炒めても美味しいかなっていうふうに考えてますので、皆さんも、下処理したものをですね、いろんなお料理に使っていただけるといいなと思います。とても美味しいですね。ちょっともちっとした食感があって、硬いもやし、あるいは、柔らかいごぼうという感じがします。では早速下処理と調理に入っていきたいと思います。
では2品作りましたがいかがでしたでしょうか。処理したものをジップロックに入れて冷凍しておくというのもありだと思います。では皆さんもこの時期、掘り返してですね、ドキュダミ、地面の中に縦横無尽にこう張り巡らされているドキュダミですね、生えていた場所を掘ってみると、かなりもうこの時期頑張って地下茎がもう至る所に伸びてますので、掘ってみるとですね、結構匂いがするから他のものとの区別っていうのもそんなに難しくはないですから、ドクダミ特有の匂いがやっぱり根からもちょっとしますので、それで確認してみていただければよろしいかと思います。ではまた身近なもので薬効のあるものを取り上げて、しかも調理するということをまた動画の中でもやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。で、失礼します。